株式会社島村は日本の主に郊外を中心に多数の店舗を持つ医療品、チェーンストアを展開する会社であり国内では業界第2位である。日本全都道府県に店舗を持つほか台湾などへも展開している。主にファストファッションブランドとして認知されている。ただしユニクロやギャップなどのような SPA ではなく各 アパレルメーカーから仕入れて小売りする業態である。日本国内の店舗の外壁は、ベージュ、ピンク色、赤色で統一され、床には、見陰石を使用している。バイヤーへは、4つの悪の追放を公約し、そのフェアな取引商行為によってサプライヤーである、アパレルメーカーとの関係を深めている。それらの取引条件から、島村との取引を優先させ、また、 最大の得意先が島村というアパレルメーカーも少なくないとされる。その結果、低価格で品質の良いバラエティに富む商品が陳列され、口述する島ラーと呼ばれるような一定の支持を得ている。2019年2月20日現在、島村の展開する店舗ブランドを組み合わせたオープン型モールであり、それぞれの店舗を横に並べて一つの建物としたタイプが一 店舗ブランドの組み合わせはファッションモールごとに異なり2から4店舗程度の組み合わせとなる。中には島村の運営する店舗以外が同居するファッションモールもある。2018年7月よりゼストーンでオンラインショップ展開開始。中心価格帯は2400円でメンズレディースの衣類、雑貨などオープン時には約130型を販売。また2018年秋から 自社サイトでのインターネット通販を始める。まず自社サイトで商品の注文を受け付けて、数日以内に全国にある店舗で受け取る形から、開始。全身のコーディネートを、島村で購入した商品で済ませる人を、島ラーと呼ぶ。2009年2月12日放送の、ズームイン。スーパーの1コーナー、バードウォッチングで、女子高生の流行語として取り上げられた。 現代社会において、シマラーは増加中であるということであり、不況ゆえに、ファッションに多額の費用をかけないで済むからとのことである。安いからというだけではなく、デザインにロンドンやパリのトレンドを取り入れていることも人気の要因であるという。芸能人もシマラーとなっていることがあり、この場合はその芸能人のファッションは島村がコーディネートしたためにそう呼ばれる。画像共有サイトの インスタグラムの登場後、島村で探し出した商品の画像を、インスタグラムに拡散させる、島パトと呼ばれる現象が起きている。広報1。多くの企業やアニメ、ブランドなどとコラボレーションを行っている。以下取り上げるものはごく一部にしか過ぎない。他多数広報資料、プレスリリースなど一時資料、編集。ありがとうございます。